スター・キングダムはアイルランド生まれの競争馬、シュボバ。競争馬としては大レースに勝利することができなかったが、タネボバとしてオーストラリアで大きな成功を収めた。スター・キングダムは1946年にインプロンプチュの第二子として誕生した。一歳児にドンカスターで行われたセリーチに出品され、出版業者の W ・ハーベイによって3100ギニーで落札された。 ハーベイは、後のスター・キングダムに、スター・キングという競争場名を付けた。スター・キングは1947年4月8日に、競争場としてデビュー。5月にかけて3連勝を飾った。7月に出走した4戦目の、ナショナルプロデューズ・ブリーダーズズ・テイクスでは後に、短距離戦線で大きな活躍を見せるアバーナントに、接戦の末敗れたが、その後8月にかけて、 リッチモンドステークス、ジムクラックステークスとに連勝を飾り、翌年のクラシックに備えて、休養に入った。この年のイギリスの2歳フリーハンデでは、アバーナントに次ぐ、第2位に格付けされた。1948年4月上旬に、レースに復帰し、クリーナムステークスを勝利。同月下旬の2000ギニーでは、アバーナントに次ぐ2番人気に支持されたが10着に、敗れた。 その後6月にジャージー・ステークスを優勝し、7月のジュライカップでアバーナントとの3度目の対戦に臨んだが11馬身、離された3着に敗れた。ハーベイはジュライカップ出走後、8月にハンガー・フォード・ステークスに優勝したスター・キングを引退させ、守護場にしようと考えたが、シーレイから購入の申し出を受けて売却した。シーレの下、スター・キングは1949年も、 競争生活を送り、5月に出走した、シーズン初戦に優勝した。しかしその後は4戦したものの勝利を挙げることができず、エス・ウートンに売却された。ウートンは、スター・キングを引退させ、生まれ故郷であるオーストラリアで、種ボバとして共用することにした。スター・キングはオーストラリアへ輸入された後、同国に、同盟の現役競争馬がいたことから、当時の規則に従って、 スターキングダムと改名された。スターキングダムの3区は短距離戦を中心に、オーストラリアで優秀な成績を収め、1958、1959年シーズンから4シーズン連続で、さらに1964、1965年シーズンにリーディングサイヤーとなった。ンクは特に2歳戦で活躍し、十四5九百五十五年シーズンから、 6シーズン連続で2歳リーディングサイヤーとなり、また、サンクは1957年から1961年にかけて5年連続でゴールデンスリッパーステークスを優勝した。スターキングダムはブルードメアサイヤーとしても能力を発揮し、1967、1968年シリーズから3シーズン連続でリーディングブルードメアサイヤーとなった。ありがとうございます。